チャオ、こんにちは、パスタマニアです。今日はちょっと醤油垂らした和風ペペロンチーノを作ってみることにしました。具材はパスタの細麺と豚肉と椎茸。さあ、最後までよろしくご視聴お願いします。今日は久しぶりに包丁を研いでみました。たまに研がないとやっぱり切るとき不安ですよね。この研ぎ器は結構便利で、3種類の砥石に10回ずつ引いて仕上げていきます。椎茸は1人前で3個ぐらい、根元の1センチぐらいはまずカットします。それ以外は全部使うようにします。水で洗うと良くないので洗わずにそのまま使います。椎茸類はたびたび思うんですけど、オーブンとかでちょっと天日干しのようにすると割と火が通るのが早いし、美味しさが増すように思うんですよね。一回試してみたらいいと思います。オーブンに入れるので天板にクッキングシートを敷いて、その上に椎茸を並べました。これでだいたい5、6分ぐらい。あんまり高い温度でやるとすぐ焦げてしまいます。今日のお野菜の具材は椎茸とこのネギだけ。あとは豚肉が待ってます。青い部分もネギを使うようにしました。こうすることで豚肉にもちょっと下味がつきますね。一回キッチンペーパーで水分はちょっと取り去ります。それから細かく刻んでいくことにしました。ニンニクは叩き潰しておきます。今日は刻まずにそのまま使う予定。調味液を作ります。これはオレンジの花の香りの蜂蜜、まあみりんでもよかったんですけどね。あと醤油とごま油小さじ1杯ずつ混ぜておきます。椎茸が焼き上がりました。今日のパスタは 1.55mm、 ちょっと細めのテフロン加工のパスタです。茹で時間が6分と書いてあるので、マイナス1分の5分で茹で上げます。まずニンニクはオリーブオイルで熱してガーリックオイルにします。最初強火でだんだん弱火にして、あまり焦げないように炒めていきます。もうこの辺りで引き上げてもいいかな。細かく切った豚肉を炒めていきます。続いて椎茸、さらにネギも加えてさっと炒めます。パスタが茹で上がりました。
フライパンに入れて一緒に混ぜていきます、このままだと焼きそばのようになってしまうので、ここでゆで汁を少し加えてパスタっぽくしていきたいと思います、まだ少しドロッと残るかなぐらいがちょうどいい感じですね。最後に合わせ調味料をかけてよくまぶしたら完成です、あまり水分飛ばしすぎない方がいいと思います。さあ盛り付けていきますか。その前に黒胡椒をちょっと引いていきましょう。好みでペペロンチーノでても美味しい。あ、違うわ、これはペペロンチーノだった。もっと最初に出ようって。イタリア産の辛い唐辛子を最後にちょっと混ぜました。でもね、それだけでも結構辛いんですよね。イタリアの唐辛子は本当に辛いです。どうですか、和風ペペロンチーノ。では早速いただいてみましょう、やっぱり椎茸の食感がいいですね。一回オーブンで天日干しっぽくすると美味しくなります。パスタは細めなので、こういったオイル系の料理にはぴったりですよね。ごちそうさまでした。ではまた、チャオ。